それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。サウンドビバージェン前に行きそうです。サーマルウィンド、それに続いています。さらにはヒップホップソウル、12番ライトクオンタム、その後ろサウンドビバージェン先手を取りました。少し間が空いてオナコースト、内からはウィンピクシス、その隣にコスタボニータ、その外にフィールシンパシー、ピンクの帽子ルージュスピリア、その後ろルージュエクレール、それに続いています。並んで16番ルージュリナージュ、フィアスプライド、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭は依然として4番サウンドビバージェン、2番手はライトクオンタム、後続も追い上げていきます。さあ先頭はサウンドビバージェン、ヒップホップソウル、続いています。その外からはライトクオンタム、内からはルージュスピリア。さあ直線に入りました。これからの勝負、200を切った。一気に後続が差を詰める。2番手はオナコースト、一気に足を伸ばす。オナコースト抜き去る。オナコースト、オナコースト1着、2着にはどうやらソーダズリング、勝ったのはオナコースト、このレースを制したのはオナコースト。スタートしました。好スタートを決めたのはサウンドビバージェン、サーマルウィンド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサーマルウィンド行きました。続いて前へ行くのはサウンドビバージェン、さらにはヒップホップソウル、12番ライトクオンタム、その後ろ先手を取ったのはサウンドビバージェン、そして大きく離れてフィールシンパシー、この位置です。ウィンピクシス上がっていきました。オナコースト、すぐ後ろルージュスピビア、その前に進出、内からはコスタボニータ、すぐ後ろにビューティフルデイ、その外からルージュリナージュ、オレンジの帽子リサリサ、その後ろ、この辺りで先頭が変わりました。サーマルウィンド、ヒップホップソウル、ほとんど差がありません。サウンドビバージェン3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はサーマルウィンド、ヒップホップソウル、その後ろ離れてウィンピクシス。さあ直線に入りました。これからの勝負、サーマルウィンド先頭、あと 200m、 ルージュスピリア追い上げてきた。ルージュスピリア抜けた。ウィンピクシス迫る。ウィンピクシス、ウィンピクシス1着、2着はルージュスピリア、ウィンピクシス見事このレースを制しました。スタートしました。サウンドビバージェン好スタート、ルージュスピリア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサウンドビバージェン花に立ちます。その後ろからはルージュスピリア、この馬も上がっていく構えです。さらにはヒップホップソウル、12番ライトクオンタム、その後ろ先手を取ったのはサウンドビバージェン、大きく離れました。オナコースト並んで5番サーマルウィンド、フィールシンパシー、この馬もこのグループ、コスタボニータ、そのうちに続いています。リサリサ上がっていきました。ルージュエクレール、それに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はサウンドビバージェン、サウンドビバージェンリードをどんどん広げていく。2番手はルージュスピビア、ライトクオンタム、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサウンドビバージェン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サウンドビバージェン先頭、200を切った。サウンドビバージェン意地を見せる。2番手はオナコースト、ヒップホップソウル抜き去った。ヒップホップソウル、ヒップホップソウル1着、2着はオナコースト、3着にサウンドビバージェン、ヒップホップソウル見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはサーマルウィンド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサーマルウィンド花に立ちます。その後ろからはサウンドビバージェン、この馬も上がっていく構えです。さらにはライトクオンタム、10番フィールシンパシー、その後ろ先手を取ったのはサーマルウィンド、コスタボニータ、すぐ後ろその外からヒップホップソウル、少し間が空いてウィンピクシス、これに続くのがビューティフルデイ、その外にルージュリナージュ、内からはオナコースト、その外にルージュエクレール、さらにはルージュスピビア。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。前はサーマルウィンド、2番手はサウンドビバージェン、ライトクオンタム、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサーマルウィンド、離れてサウンドビバージェン、さあいよいよ直線の攻防。サーマルウィンド先頭、内からぐんぐんとサウンドビバージェン先頭、200を切った。ソーダズリング迫る。ソーダズリングかわす。ソーダズリング、ソーダズリング1着、2着は微妙です。ソーダズリング見事このレースを制しました。
ました。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ライトクオンタム前に行きそうです。コナコーストそれに続いています。さらにはサウンドビバージェ、7番ヒップホップソウル、その後ろサウンドビバージェ先手を取りました。内からはウィンピクシス、その外にサーマルウィンド、その隣にフィールシンパシー、コスタボニータ、そのうちに続いています。これに続いてルージュスピビエ、並んで13番リサリサ、すぐ隣にビューティフルデイ、ソーダズリング、すぐ後ろ黄色の帽子フィアスプライド、その後ろ。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ウィンピクシス、ウィンピクシス、さらにリードを広げます。2番手はサウンドビバージェ、ライトクオンタム、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はウィンピクシス、さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはサウンドビバージェ、残り 200m、 先頭は依然としてサウンドビバージェ、2番手はソーダズリング、サウンドビバーチェ、サウンドビバーチェ、1着、2着はソーダズリング、3着にルージュリナージュ、サウンドビバーチェ、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ヒップホップソウル前に行きそうです。サーマルウィンド、それに続いています。さらにはサウンドビバーチェ、12番ライトクオンタム、その後ろサウンドビバージェ先手を取りました。これに続くのがコナコースト、内からはウィンピクシス、その外にフィールシンパシー、白の帽子コスタボニータ、その後ろ。その外からルージュスピビア、ビューティフルデイ、そのうちに続いています。さらにはリサリサ、その隣にピアスプライド、この位置にソーダズリング。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭はまだ4番サウンドビバージェ、サウンドビバージェ後続を引き離す。2番手はヒップホップソウル、ライトクオンタム、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサウンドビバーチェ、サウンドビバーチェ先頭、前に迫るヒップホップソウル、200を切った。一気に後続がやってきた。一気にサーマルウィンド、サーマルウィンドかわす。先頭はサーマルウィンド、1着でゴール、2着にはどうやらサウンドビバーチェ、サーマルウィンド、見事このレースを制しました。しました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サウンドビバーチェ前に行きそうです。コスタボニータそれに続いています。さらにはヒップホップソウル、12番ライトクオンタム、その後ろ。先手を取ったのはサウンドビバーチェ、少し開いてコナコースト、赤の帽子サーマルウィンド、その後ろウィンピクシス上がっていきました。その後ろからはフィールシンパシー、その隣にルージュスピビア、内からはソーダズリング、並んで8番ビューティフルデイ、その外にリサリサ、並んで16番ルージュリナージュ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ4番サウンドビバーチェ、2番手はヒップホップソウル、ライトクオンタム、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサウンドビバーチェ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サウンドビバーチェ先頭、あと 200m、 ウィンピクシス追い上げてきた。サーマルウィンド2着争いに加わってきた。ウィンピクシス抜き去った。先頭はウィンピクシス、1着でゴール、2着にはどうやらサーマルウィンド、ウィンピクシス見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。サーマルウィンド前に行きそうです。サウンドビバーチェそれに続いています。ミスニューヨーク後方から、それでは先頭からサウンドビバーチェ先手を取りました。並んで3番コナコースト、内からはウィンピクシス、白の帽子コスタボニータ、その後ろ。その外にヒップホップソウル、その隣にライトクオンタム、そして大きく離れてフィールシンパシー、この位置です。ルージュスピビア、すぐ後ろ、並んで14番ルージュエクレール、ビューティフルデイ、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭はライトクオンタム、まだ粘っています。2番手はヒップホップソウル、サウンドビバージェ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はライトクオンタム、離れてサウンドビバージェ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ライトクオンタム先頭、あと 200m、 ここで先頭変わってサウンドビバーチェ、ルージュリナージュ抜けた。ルージュリナージュ先頭だ。ルージュリナージュ、ルージュリナージュ、1着、2着はソーダズリング、3着にウィンピクシス、ルージュリナージュ見事このレースを制しました。
スタートしました。おっとサウンドビバージェン遅れてしまいました。さあ花を切るのはどの馬か。ライトクオンタム前に行きそうです。サーマルウィンドそれに続いています。さらにはヒップホップソウル、10番フィールシンパシー、その後ろヒップホップソウル先手を取りました。その後ろからはウィンピクシス、その外にコナコーストコスタボニータ、すぐ後ろ黒の帽子サウンドビバージェン、その後ろすぐ後ろにビューティフルデイ、その隣にルージュスティビア、すぐ隣にリサリサソーダズリング、そのうちに続いています。並んで9番フィアスプライド、さあ先頭はまだ7番ヒップホップソウル、ライトクオンダム、ほとんど差がありません。間を挟んでウィンピクシス3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヒップホップソウル、その隣からはライトクオンタム、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サウンドビバーチェ、ここで先頭に躍り出た。200を切った。ここで後続が襲いかかる。一気にリサリサ、リサリサ抜き去る。リサリサ1着、2着にはどうやらウィンピクシス、3着にソーダズリング、勝ったのはリサリサ、このレースを制したのはリサリサ。